はい、スジンデンの稜ね、反対から頑張ってみましょう。もう2回目でございますけどね、綺麗にね、この松なんかいいね、枝ぶりが。これも大きな、ね、前方後円でございまして、ここも号はね、何段かなってるんですけどね、これ一番上の段でございますね。草刈りされてますね、今やってはんだけどね。これが公園、いや、だから、ずっと降りて行ったらね、レイヤー場があるんですけどね。これよくわかるでしょ、これね。段があるっていうのは。だからほとんどがね、基本的には、山です、山。山の近いところでね、作られてますね。古墳がね。それで、こういう壕を作って、奈良はほとんど、まあ、大概がね、山に近い方が多いね。たまにね、中盆地の中にもあるんだけど、少ないですわ。こんな感じですわ。ここは入れるのかな。あら、なんか書いてあるの。入っていいの。あ、立ち入ったらあかん、書いてあるわ。立ち入ってはいけませんねよ。ほらね、これが上1段目、これ2段目、こんなやつや。あ、2段子やな、これ。これ2段子ですわ。これ1段子でね。これね、無駄な形になられる戦いでしょう、これね。はいはい、わかりました。これ2段で回ってみましょうかね。こう行こうか。こんなとこ割れたかな。この下が割れたんちゃうかな。下はみんな歩いてんのやろな。ずいぶんね、下がね、歩いてるからね、歩いてるとだけね、土がなくなってますね。これも今日一周回ろうかと思ってね。300メートルぐらいあるのかな、ここも。二段号でございました。きれいに水残ってますからね。でね、草刈りも掃除も、もう本当大変みたいだけどね。なんか人が減ったみたいな言うたりましたな。人が減って大変ですと言うて、なんか草刈りだけどもね、で何時間、真夏にちょっとしたとこだけ2時間3時間ぐらいかかって言うとかな。あ、どこやった、政務店の寮か。一生懸命言うたりましたけどね、こんなんやかかりまんね。ここね、今ね、今車が止まってんだけどね、それは造園とか言ってあるからね、下請けやな、これは。職員じゃないんだよな。職員の方はそんなんでね、よかったら、おいろ、ちょちょちょ、大変やけど。ああ、大きいですよ、これね。島の山の池、古墳も先回ったんや、朝5年中回ったんやけどね。ああ、かわいいもんですわ。180m、190m、 あら、全然違いますさ、大きさがね。いや、うるさいね、これは。こんなんですよ。これ見てください、これ向こう側があんなんですよ。この幅だけでもどうだろう、200m あるんでしょ、幅だけでも。こんなんですよ。おお、厳しいね、決め方もあったみたいだけどね。ちょっとむちゃくちゃなとこもあるんやけどね。ずーっと見てもらうと分かんないけどね。あ、どうやったかな、有楽天の量か。あ、ここちょっとおかしいね。この有楽天の量はね、水の中に塩分がありますけどね、あんなやつ初めて、あっこしかないね。あれももともとはね、こういう前方後円墳でなかなかおかしいってみんな言う人と、いやいや、これは円墳や、ね、言う人となんかあんねんけど、円墳は基本的にほとんどがね、見て回ったんやけど、号を掘ってないんでね。だからおそらくあれはね、手前にもね、いわゆる前方って方墳があるんでね。で、真ん中、だからあれがつながっておれば、
電報こういうふうやけどね、そんな感じでね、いやいや違う違う、あれはええふんやとかね、いろんな人がいろんなこと言っとるけどね。でそれが終わるとね、大体豊墳やら、その前方後円墳が終わると豊墳か丸墳か、なんかそんななるんやけどね、だいぶ小さくなるんやけど、大きさも。で大体ほとんど豪は掘ってないですわ、ほとんどね、山の上が多いからね、山が。ほんでずっと回ってると どこやったっけ、高松塚古墳やら、あれはキトラ古墳、山の中やからね、山の中ありますよ。あれもね、はっきりね、あの誰の墓かわからないことやけどね、いやこれですよ、この高さですよね。これ上上がられるのかな、これ上上がらせてほしいね、これね、こっちから来れんね、あいきなり来れんねよ、そこそこ来れまんねよ、それね。でもそこは止められへんのかな、このまま。柱へ、えらいとこ止めたんだけど。これ、筋に転倒で間違いないよね。あ、止めれんねや、車。これ。なんか奥の方まで行って、橋も。すごいところで行ってね。これはわからんわ。皆さん、止められますか、ここは。ここは。真横から入ってこれますか、これ。ここ止められますわ。いや、あんなところ止めんでも、あの山の上まで。さあ、山の上まで歩いてみましょうか。この奥さんがね、どこだったかな。僕は先かどっかの、先の方にね、ありますわ。先町の方にね、確か、奥さんの古墳がね。これ上がれますかね、これ上がらないで、上がらないといかんよね、礼拝所やから。上がってみましょうかね。前回は裏から、反対側からがね、ずっと回ってきたんでね、その気温が記憶があります。ほうだよ、来てありますよ、今度は。はい、失礼します。はい、登りましょうね。ありがとうございます。じゃあこれね、わ、急な階段です。いや、これ大変よ、上がるだけでも。はい、失礼します。よいしょ、もうふらついてますね。もう帰ってますね、ウニテンドルで。ほら、綺麗にね、下もね。はい、失礼します。よし、のりとりだ。こんなやつ、綺麗なもんですわ。こんな向こうでね。歩けるね、どうやらね、歩けるかね。ありがとうございます。じゃあ、友達もらいます。あらあら、行かれないか、これ。ここは回らせてくれないんだな。あ、ここちょっと回らせてくれ、ずっと来ろうと回れるのにね。あれ、これも前方こういう風になってますよ、これも。これ、これおそらくね、これ見た感じで前方こういう風ですよ、これね、小さいけど。え、いやいや、今日こんなとこ通るとはね、夢見も思わなかったけどね。ちょっとあまりも寒かったんでね。ほんで、これをまた上上がらないかんのか。すごいぞ、これ。10メーター以上あるけどな。10何メーターぐらいあるか。階段。おぉ、すごい、この階段は。これをね、前回来た時はね、女性の方がね、一人で歩いてあったわ。記憶あるんだけどね。これこれ。ほら、すごい、この階段。どうぞ、登ってみましょうか。おい、よいしょ。よし。
30段ありました。30段すごいぞ、これ。30段30段、ね、先ほど来たとこね、これがちょっと歩かしてくれたらこのちょっとの間ね、これがいいって分かんないな。そこやからね、随分違うんやけどね。夏やったかな、前回ね。あんまりの暑さにフラフラで歩いてたね。こっちが豊富ですね。2段5でございましたね。あの人もね、歩いてんだけどね、まあ一定してもね。これも、ここからもね、これこれ上がってくるようになってます。村からも来れるんですよ、村からね。これ来れるんですよ、そこ。いやこれね、これ見てください、これ。夏はこの辺がね、草ぼうぼうやったんで、もうね、蛇は怖くて、なんかそんな記憶あんだけど、まあ、これだけ毎回刈るんやったら大変やわな。おお、これ記憶あんね、これ。これね。でそこのところでね、そこのところでね、もう横ある時代の記憶あるよね。横の。今日ちょっと横を歩いてるんだけどね。こんなもんね、横をね。はいはい、ありがとうございます。あのお兄さん。あら、これ3段やな。こっちは3段や。向こうは2段やけどね。こっちは3段5になってるね。3段ですわ。大変やったらね、これね、人の手だけ作ったんやからね。重機もないしね。まあ一番大変ってのは、あの、測量ね。測量がちゃんとできたかどうかの問題ですね。ただで作ってるね、丸くならないように言ったね。まっすぐならないとかね。ちっちゃいやつでもなかなか丸くならないのにね。この雲は4時回ってるやろ。もうね、もうあと3、40分したら暗くなるんだけどね。まだ歩いてないんだけど。これ、こういうものだよね。いやー、柿がいっぱいなってますよ。柿がね、おいしそうな柿が。甘柿やな。甘柿でございます。ほら、ええ松がありますね、ええ松が。枝折りの。これで、まあ、パッと見て。80年、これ20、30年、もっと経つか。こんなんですわ。刈るのがやっぱ大変ですね、これね。これは2回ほど刈ってるのかな。秋と初夏とね。あれどこやったかな、戦後天皇陵でね、行った時にね、全部刈ってましたわ。夏にね、暑い時に。あそこ暑かったね。水務店の最初分かってないもんでね、3回目4回目行きました、あそこには。はい、これで1回回りましたね。おお、これいいぞ。150年、200年やな。もう板置いてくれてる。はいはい。これで80年90年ね、こんな感じです。もう板ありがたいね、水がね、ボトボトやから。はい、ありがとうございます。ここでほぼね、一周でございます。ほれ、ちょうどいいですね。
ちょうど見えますね。これ一緒ですよ。ああ、よかったよかった。一周できました。はいはい、ありがとうございました。